はい、おはようございます。こちら、こんばんは、レオジンと申します。では、サイオンフレやっていきましょうか。3体分けます。なので、気合入れていきましょうか。まあ、確定1はここですね。ここから湧くんですけども、もう一回どこか。こいつですね。コラーサイオンフレイヤーとか、入目サイオンフレイヤーとか、ね。クソ湧くんでね、ここはもうかなりの長丁場になりそう。なんせボス3人ですからね。こいつら全員アーマー着てるんですわ。硬いアーマーを。一定時間経てばまた回復するという。なんとも言えん。硬いアーマーにプラス回復するんか、みたいな感じなんで、もう3人で1体ずつ倒していくのが一番効率いいと思います。1人1体ずつってできないと思います、多分。敵とかがいすぎて。それか弾が足りないか、弾が足りなくなったのどっちかですけど。なんで、3人で1体を確実に倒していく作戦が一番望ましいですかね。あいつ大体あそこにずっといるんで、まあ、フラグで投げて、アーマーを溶かします。大体僕のライトニンググレネードが全部当たれば、アーマー全部溶けるんで、まあ、それで、あとは倒しな、あとはこうやってひたすら削るんだけど、こいつ体力めちゃくちゃあるんだよね。死ね。いやー。しかも雑魚敵が湧いてくるから、雑魚敵が湧いて、雑魚敵の相手してる間にまたアーマー回復したりとかしちゃうんで、その間に回復させないように、適度にダメージを与えつつ、やっていかないとダメなんで。フラグ、あ、フラグ投げた、ミスった。フラグ投げるとこミスってもうた。1人は雑魚敵倒してみたいな感じでもいいですけどね。その際に他のサイオンフレイヤー持ってきたらダメですけどね。もう、ああ、回復してる。アーマーを簡単に溶かす方法としてロケットランチャーとかがかなり有効ですね。ダーン。ダメージは入らんとはいえ、アーマーにはかなり効くんで、まあ、剥がすためだったらロケットランチャー打つのも手です。あともうフラグ投げたりとかもいいですね、こうやって。ただ体力こいつマジであるんだよな。もう確実に3人で1体やりたいですね。3人で1体ずつやっていきます。ヘッドショットで頑張っていくけど。まあ、素手で近づくのもありですね。体力が余裕があるんやったら素手で近づいてもなんぼですし。まあ、1体目は何も使わずに倒せるんで。よし、倒した。さあ、2体目。2体目はこっちなんですけど、ここにいるんですけど、2体目湧く頃に、確かボス、雑魚敵が湧くんで、そこですね、問題は。それ。湧いてますね。案の定湧いてましたね。だから、1体倒すたびに雑魚が2回湧く計算ですかね。大体なんか気持ちそんな感じな気がする。もう下からほら湧いてるもん。ファランクスは邪魔。よし。つらい。どっから撃たれてる。お前か。お前か、センチュリオン。アーマーはフラグで壊す。おい、どこ行くの？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 え？どこ行った？え？どこ行った？おっと。わ、アーマー回復してやる、あいつ。考えやる。アーマー回復しよったか、あいつ。まあでも、体力少なかったから勝ちだな、俺の。さあ。ではやっていきましょうか。2目サイオンプレイヤーからやっていきましょうか。ここしか隠れるんで、ここの裏にフラグ投げときは何とか当たります。なんかもういるとこが確定してるみたいですね。なんか何回かやってるけど、ずっとこいつここにいるもんね。たまに移動したりするんですけど、基本的なパターンはここですね、ずっとこいつは。なんで死なない程度に攻めつつ。まずい、囲まれてますね。うわ、え、後ろにいたんだ。いやー、気づかなかった。残念。くっそー、今の予想外だった、マジで。いるとわからんなんだ。さあ、フラグで壊しますよ。当たってないね。若干後ろだったな。ああ、見たら結構外れてるな。で、ここから確かコロッサスがね、かなり湧くんでね。まだ先か、コロッサスは。もうちょっと先か。
フレイヤーがラスト2体1体とかになるとね、湧くんでね、もうとりあえずもうほんと雑魚だけでもやっていきたいですね。効率的に。まあ、ロケットランチャー使うのも手ですね。アーマー溶かすんだったら全然いいですよ。アーマー溶けましたね、今ので。まあ、僕はちょっと雑魚をやりますけど。まあ、これ雑魚じゃねえんだけどな、普通に。普通に強いけど。よし、やった。あーアーマー溶かすだけで使った方がいいかもしれないですね、ロケットランチャーは。あまり効率は、ダメージの効率は良くないんで、もう普通の武器使った方が絶対強いんで、アーマー溶かす時ぐらいですかね、ロケットランチャー使うの。弾少ないですしね、ヘビーマシンガンって。あーええー、くっそー。サイオンフレイヤーが死ぬ代わりに俺が死ぬみたいな感じで。じゃあ、あれが強いな。先読み。あー、カスタ。なんで僕ばっか狙うんですか。よし、アーマー飛ばした。フレイヤーが落ちましたね、今ね。フレイヤー落ちたんで終わったんだ、そのまま。レアじゃん。レアじゃん。本当はもっと苦戦する予定だったんですけど、今回儲けでしたね。落下して死んじゃったね。あ、ロケットランチャーで崖狙って落とすってのもありなんだ。まあでも今回新しい発見できました。いや、今までの中で一番早いと思います、これ。ずっとやっててきたけど、俺落としたの初めてですもん、今日。まあでも、まあいいもの取れてよかったです。では、ご視聴お疲れ様でした。また会いましょう。